はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は9月5日木曜日、時刻の方は14時7分です。テレッテッテーン、ピピョー。はい、そんなわけでね、今回はね、 au データマックスプラン、ネットフィックスパックで、こういうのはお得なのかどうなのかね、レンタル Wi-Fi 評論家の元気なおじいがね、ちょっとパパッとね、見て考えてみました。で、これはね、なんでかというと、ちょっと前に発表されたプランだと思うんだけど、視聴者の方よりね、いろんなレンタル Wi-Fi の大容量、例えば無制限といってもね、無制限に使わせてくれるプランは、ないわけなんだけども、あとは嘘偽りのね、900ギガとかね、そういう、300ギガとか嘘偽りのものがあるよね。で、本当に使わせてくれるサービス、ちゃんとデータ容量を保証させてくれるサービスね、ほんのわずかな会社なんだけども、そういうものが存在しています、ね、ちゃんと責任を持ってレンタルでね、貸してくれるところ、もしくはプリペイドで貸してくれるところはね、モナ Wi-Fi ね、圧倒的に皆さんの人気があります、支持があります、信用があります。これがモナ Wi-Fi だね。で、あとね、ギガタル Wi-Fi というところもね、100ギガで貸してるものを100ギガ未満でね、速度制限食らったら、ちゃんと交換しますよということで、そこら辺の保証もしております。で、あとね、おじいが知るところだと、チャット Wi-Fi ね、チャット Wi-Fi の運営さんからも連絡をいただいて、で、指定の容量100ギガもしくは300ギガね、達しないで速度制限食らったら返金もしくは交換しますよということでね、直接連絡をいただいてます。あとはカレンダーワールドね、株式会社カレンダーのプリペイドシム、これもね、ちゃんと保証しますよということを発表しました。で、それ以外のところはまだかんだ言いながら知らないよっていうところがね、かなり多い中、大手キャリアの方で使いたい放題ね、無制限プランが登場するからね、だんだんレンタルとかそちらの方からまたキャリアに戻る人も多いかもねっていうことで、そんなコメントをもらったんだよね。じゃあ果たしてそうなのかなと思っておじいは今見てみました。で、レンタル Wi-Fi で例えばレンタル SIM を SIM フリーのスマホの中に入れてね、で、だいたい300ギガプランのやつだと、4000円ぐらいで借りれるんだよね、税込みでね。で、100ギガのプランだったら、だいたい3000円ぐらいで借りれるんだよね。それが今の現状です。あと足りないものは通話なので、そのデータを使った LINE の電話とかね、楽天電話とか、そういうものを使うか、もしくはキャリアの電話を通話だけで使うか、ね、そうやってやりくりをする。結局、通話の料金というのは今ね、プラスアルファのオプションで、話し放題とかあるんでね、そういうのに入っている方もいるだろうし、元気なおじいみたいにね、こういうガラケーでね、月額料金301円で、本当使いたい放題、ね、こういうものを使っている方もいるでしょう。で、今やっぱね、インターネット、ね、パソコンにしてもスマホにしても、パソコンを持ってる方の割合がだんだん減ってきて、スマホとかね、やっぱ iPad とかああいうタブレットね、ああいうもので全部済ましてしまうって方が増えてきた、そういう時代だなとは思います。そうするとやっぱ電波を使いたいので、今レンタル Wi-Fi とかね、そういうところで、キャリアだとね、1ギガ1000円ぐらいなんで、100ギガだったらね、10万円かかるんだよね。300ギガだったら30万円払わないと使わせてくれない電波を、レンタル Wi-Fi だとね、本当に3000円とか4000円で貸してくれるっていう、そんなありがたい情報です。このレンタル Wi-Fi とかね、そういうレンタル SIM っていうのを知ってる人っていうのは全体的なね、ほんの一部の方なんでね、こういう元気なおじいのこういう動画を、情報をキャッチできた方っていうのはものすごいラッキーな方であるよね。元気なおじいだけが情報を発信してるわけじゃないので、たくさんね、こういう情報ガジェット系でね、出してる方たくさんいらっしゃいます。そういう情報にたどり着ける方、たどり着けない方います。で、今このネット社会の中ね、
本当やっぱもう 何にしてもネットがないと生きていけない時代なんだけども、それでもこういう情報に疎い方は疎い、分からないとかね、分かろうとしないとか、もう結局なんだかんだ言いながらね、キャリア側の説明とかもういくるめられてしまうし、日本人はノーと言えない人種なので、何かおかしいなと思ってもいいですかって言われたらはいって言うしかないんだね。で、契約の書類の中もちゃんとね見て、同意いただけたら社員証やって、何にもわからないけども社員をしてしまう、これが日本人ですってね。世界探してもね、日本以外こんなところないからね、わからないものを契約するのは日本人だけなんだよね。はい。で、まあ、そんな中ね、 AU が本当にデータを無制限ということで、まあ、提供するっていうことだよね。従来あるデータマックスよりも、まあ、ちょっとね、お安く、ね、出てくるよってことで、ただこのネットフィックスっていうね、まあ、いろんなものを、まあ、見放題みたいな、そういうスタンダードパックも敷いてくるものらしいんだけど、おじいはこのネットフリックスっていうのはね、よく知りません、おじいはね。でもこういったものが出てきたので、キャリアからの昇進証明の無制限が出たよっていうことでね、またどうしてソフトバンクみたいに米印があるんでしょうみたいに思うんだけど、まあ、どうもこれを見る限り、本物かなって思うよね、うん、ソフトバンクのようないやらしい米印はないような気がする。いやらしいやつね。それでこのネットフリックスのこのね、ベーシックプランが利用可能なものが追加されたもの、従来のデータマックスに。で、このネットフリックスってのが何なんだろうね、この1000円分の上乗し分って何だろうねって考えて、まあおじいまだちょっとググってないから分かんないんだけど、Hulu とかああいうシステムなのかな、なんかね、分かんないけど、そういうものが見れるよっていう。でもああいう動画のシステムなんかね、 Amazon プライムにしても他のHuluとかにしても、まあ、月額そんな1000円もしないと思う、確か何百円だと思ったんだよね。なもんで、まあこういうものがプラスアルファになっても、ちょっと男感ではないよね。抱き合わせされたっていうような、まあそんな感じしかないんだけど、まあでも EU としてはまあ提携するものだから、まあこうやって設定することで、まあメリットがあるということなんだろうね。それで、はい。今回のね、内容が、上限なしのデータ通信。これね。上限なしのデータ通信。これ今までなんだかんだ言いながら上限ってあったわけじゃん。大容量だいたい100ギガ、超大容量ね、300ギガね、極超大容量なんて名前もあってね、900ギガとかねそんな使えねえだろうみたいな。あとはもう無制限とかね、使い放題とか、まあそういう呼び方でね、レンタル Wi-Fi とかの業界では、まあちょっと現実どれぐらい使えるのというのは濁してるようなところはあります。ただ実際にキャリアみたいに100ギガぴったりで止まるとか300ぴったりで止まるとか、そうなる場合はごく稀であって、実際はちょっと余分にオーバーしておまけでね 10% とか 20% ぐらいおまけで使える、運が良ければね50%、60% 増しで使えてしまう可能性があるということで、まあ、キャリアで契約するよりは、本当、何十分の1のお値段ね、もしくは100分の1ぐらいのお値段で契約して、なおかつたくさん使える可能性があるっていうね、それがレンタル Wi-Fi の美味しいところなんだよね。で、このキャリアの方は、上限なしのデータ通信ってことなんで、上限がないっていうことなんで、これは正真正銘の無制限プランが登場したということになりました。まあ、これびっくりだよね。で、このね、お値段の4000台からっていうね、4000台もしくは5000台の、まあ、タイトルとか記事とか、そういう内容が目立つと思うんだけど、あくまでも料金は8980円ね。そうやって出てるところもあるけど、まあ、元気なおじいが見た中ではこの2種類かな、7880円と8050円で、これはなんでこの差っていうと、上の7880円は2年契約2年縛りがある場合7880円で、2年縛りがない場合は130円
180円、うん、ごめん、ちょっとね、パッとできないけど、180円だね。180円、あ、ちょっと待ってよ、そうかな、ちょっと違うかもしれないね、100いくらちょっと待って、120円の50円だから170円、やっぱ170円になったよね、うん、170円、月次学力違う。これはね、なんでかというと、あの利益額やめなさいとか、ただ夏とか秋のモデルに関しては、ね、薬器などのこうの、いいよとか、なんか複雑なもんが軽みなんだけど、とりあえずこれは決まりで、縛りがある場合は170円までっていうね、そういう新ルールがあるので、それに基づいて2年縛りを契約する方は月額7880円で、縛りがない人は8050円ということで、まあ、年間その差額、縛りがあるかないかでね、薬器が発生するかしないかで、2000円ぐらい、ね、安くなるということになります。それでね、この料金なんだけど、その4000台とか5000台を強調する記事っていうのは、何を根拠に4000円台5000円台かっていうと、実はいろいろ見るとね、料金、まあ、ちょっとね一箇所参考にすると、お支払い金額の合計が5050円もしくは4880円、この差も170円なんだけど、ここまでマックスで割引を使った場合に安くなりますよっていうことなんだね。で、例えば2年契約の縛りがある場合、元気なうちは7880円と言ったよね、まあ、税別なんだけどね、7880円で3000円までの割引があります。その割引が何かというと、au スマートバリュー、 au のスマートバリューの契約で1000円引き、そして、家族割プラス2人以上ご加入している場合はさらに制限安くなりましょう。2人以上の加入が条件です。そして3つ目は、スマホ応援割プラスって、翌月から、6ヶ月間だけ、6ヶ月間だけね、1000円割引してくれるよということで、4000円台からって書いてあるところは、最初の6ヶ月間までは3000円適用できるので、4000円台だから7880円から3000円割引なので4880円になりましょう。で、6ヶ月間最大を過ぎたら5880円になりましょう。まあ、あくまでもこの3つの割引特典をフルに受けた場合の話になります。この3つの、例えば家族2人以上とかね、そういう、割引を受けれない場合は、あくまでもベースとなる金額は7880円です。縛りがありで、縛りがなしだと8050円という、ね、金額になります。それがこれなんだね、おじが言ってるね。なんで、ソフトバンクの時もそうなんだけど、最大限のね、まあ、これぐらいカットしろって国から言われてね、見せかけでここまで安くしたってね、光回線持ってる場合の割引1000円とかね、叫んだよ、この野郎みたいな、ね、あんなのインチキだろみたいなね、おじいも過去に動画作ったことあるんだけど、まあ、そういうね、まあ、まやかしみたいな、瞬間最大安値、ね、みたいなね、使いたい放題も米印でね、来年の春3月まで4月までとかで延長しました、10月11日とかね、だからそこの2年縛りの中のほんの何ヶ月の間だけこの値段で安いよって宣伝しても他はたくさん払わなきゃなんないでしょっていうね、そこにみんな気がつかないっていうか、説明も聞かないね、契約書も読まないから、ただサインして契約した、えそうなのっつって、あとからうわーじゃあやめる、え違約金高いみたいなね、こんな感じになるんだよね。で、今回の内容は元気なお店ということは、あくまでも7880円と8050円ですよということでね、話を進めさせていただきます。はい、でその中で、はい、やっぱりね、普通にスマホにね、スマホで契約して使ってる分には使いたい放題かもしれないけど、まあ、ここにはね大きなトラップがあって、テザリング機能、ね、データシェアで世界データ定額、これは月2ギガの制限の壁があります。2ギガの制限とか、
使いたい放題じゃないの、人間の制限の壁があります。でこれはね、どうして使わせてくれないんだって思うでしょ。それはね、テジャリングとかね、データシェアとか世界データ定額とか使ってる人は全体的のね数パーセントに過ぎない。ほとんどの人は、だから圧倒的にほとんどの人は、過半数の人はこんな機能は使ってないんだ。だからほんの一部しか使わない人のために、そちらも無制限だよと言ってね、データ圧迫するよりもここは2ギガまでにした方がコストダウンにね、貢献するんだよっていうことで、まあ、そういうふうにしたらしい。だったらもうちょっとね、ここをもうちょっと大きく、小さな米印じゃなくて大きく、同じ活字でタイトルなしでその下に書かないとおかしいんじゃないのって思うんだよ。こういう重要な項目をね、なんでやらないんだろうなって、そこが不思議なんだよね、結局ね。まあだから一つのスマホでだよ、ね、一個のスマホでね、まあ、テザリングはまあ2がまであるにしても、この1個の契約した端末で使いたい放題、さあどこまで使える、皆さん。よっぽどのね、何もしてない朝から晩までね、スマホでなんか見てる人でも、このスマホのデータでさあどれくらい使えるかなっていう、ね、そこなんだよ。だ肝心のテザリングとかね、そういったものをね使わせてくれないっていうね、世界データも定額とかデータシェアもね、もう2ギガまでの制限があるので、本当に使いたい放題で使いたい人っていうのは全く役に立たないっていうね、まあ、全く役に立たないっていうか、まあ、これで使ってる人って、まあ、そうそうあんまりないと思うんだけどね、何百ギガでは足りないっていう。そしてこの、まあ、あくまでも1台のスマホで、要は紐付けされたもので使いたい放題だよ、そして決められたね、サービスが使えるよっていうね、まあ、そこのところ、ネットフリックスがベーシックプランが利用可能だよっていう、ベーシックプランね、そこにいかに魅力を感じるかな、どうなのかなって感じたんだよね。でお値段の方がね、まあ、税別で7,880円、2年縛り、もしくは縛りが嫌な方は8,050円なので、まあ1個の端末でね、頑張ってテザリングができなくて8,050円払って、正真正銘のキャリアの無制限使いたい放題と喜ぶ方が、さあどれぐらいいるだろうか。だからこういう元気なおじいの、こういうねネットの情報アンテナ張ってない方は、うわ、まあこれぐらいちょっと出せば、へえ使いたい放題なんだって使う人もいるでしょうね、きっとね。なもんで、まあ、そういう方はそういう方でね、いいと思うよ。あと、こう、Wi-Fi とか使ってないね、配信者の方とかね、そういうのはもうこれ、一個の端末で使いたい放題なんだったら、まあ、これ、もう経費がこんだけしかかからないってことだからね、まあ、いいことだよね、これはね。で、ただ、元気なおじいのね、考えと、まあ、見てる皆さんだと、やっぱりその、8000円税別で出すんだったら、やっぱり、これからもレンタル Wi-Fi 借りた方が、例えばモナ Wi-Fi でね、元気なおじいのクーポンで入ると月額料金が3,480円ぐらいかな、確かそれぐらいではね、3,500円ぐらいです。まあ、正直言って3,500円というと2年縛りあるなしにかかわらず半分以下です。半分以下、ね、それで100ギガね、で300ギガはね今なくなっちゃったけど、まあ、4,000円出せばね、3,000何本で出してたんでね、まあ、税込みで4,000も出せば300ギガ使えるんで、まあ、スマホ単体で300ギガっていうと1日10ギガだよね。元気なおじいがステージアライブで朝から晩まで配信しても、大体3ギガ4ギガぐらいしか使うのがもう精一杯だったんで、まあ、1日10ギガっていうと、まあ、よっぽどのことを、それを1ヶ月毎日継続してやるっていうのはかなり大変です。だね、そのレンタルシムだったら4,000円出せば本当に300ギガ、ね、かなりガンガン使えるんだよね。まあそれでも半分だよね。だからまあ、キャリアはね無制限が、まあ、EU が出てきたといって
レンタルバイク業界ね、あの冷え込むか、ね、みんなキャリアに戻っちゃうかどうかって言われたら、おじいはそうは思わないかなっていうのがね、パッ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 と見た、まあ、結果でございました。まあ、あとはね、あのいろんな紙面からね、あのこういう通信業界で激震が走るとかね、あのレンタル Wi-Fi とかね、あのプリペイドとかそういうものもね、なくなってしまうかもしれないのでね、あのそんな情報もまあどっかであるみたいなんだけどもね、あのなくなりはしないと思うよ、本当ね。いろんなものとか契約とかいろんなものがあるわけだし、そんなものが一気になくなってしまったらね、それはあのえらいことになるよ、ね、普通に考えてね、あのそんなパニックになるようなそんなことはないんだよね。まあ、そういうのはみんなネタだよね、ネタネタネタ引っ張って引っ張ってのはネタなんで、おじいはあんまりえなになにって気にならないけどね、うん、まあ、あとおじいのところにはね、まあ、あえてそういうつまんない情報ねの吹き込みが何も来ないんで、ね、まあ、なんか聞いてるってあの聞いてみてもいいんだけどもね、まあ、あえてあのレンタル会社の業者さんからは特におじいのところにはね、来てないです。でおじいの視聴者様もね、まあ、そういう情報を握ってる方もいるんだけれども、まあ、今のところまだ出すタイミングではないか、っていうところだと思うんだよね。なのでね、あんまりおじいのところに言うとね、またネタであげるからね、でまたそれがやれガシだガシだねえだね、確定だ未確定だ、あのいろんなものがね突っ込む人がいるからね、うん、まあそこのところは慎重に、本当おじいに慎重ってあんのってねそんな感じです。はい、だけど今回はね、 AU からね本当に完全なね、無制限プランというものが登場したんだけれども、これに魅力を感じる方はどれぐらいいるのかなっていうね、あの少なくとも元気なおじいのチャンネルを見てる方はこのプランにあまり魅力を感じる人は少ないんじゃないかなって、おじいは勝手にね個人的な予想してるんだけども、いかがでしょうかね。はい、そんなわけで今回は AU のね、なんだっけ、名前忘れちゃったよ、名前がね、うん、よいしょっと、 AU マックス、うん、AU データマックスプラン、ネットフリックスパックについてね、今回は元気なおじいの個別意見を述べさせていただきました。そんなわけで暇つぶしになった方はね、グッドボタン押しておいてください。以上です。またね。バイバイ。